こんにちは、池田しおりです。今日は、最近ジメジメしてきてもうパパッとまとめられるヘアアレンジやっていきたいと思います。今日使うのはこのヘアアクセ一つでやっていきたいと思います。髪質は普通毛から柔らかい髪の毛の方だったら、まあ、これ一つでバッチリ止まると思います。で、髪の毛がちょっと多い方とかはちょっとしっかりとしたピンだったらちゃんと止まると思うので、ぜひ皆さんやってみてください。それでは動画スタート。ベイビーヘアオイルを使います。3滴出します。髪の毛全体にオイルをなじませます。髪の毛を一つにまとめます。だいたい襟足のあたりで一つにまとめて、毛先を時計回りにくるくるねじります。で、根元に巻きつけていきます。毛先が右側の下のあたりにくるぐらいしっかりと巻きつけます。クリップタイプのヘアアクセを使います。毛先と根元にヘアアクセを刺します。しっかりと奥までピンを刺してあげると止まってくれます。まとめた後、だいたい耳が全部出てると思うんですけど、少し髪の毛を出してあげて耳にかかるぐらいルーズ感を出してあげるとおしゃれに見えます。トップの部分がぺたんこになっている方はお団子を持って少しトップに高さを出してあげます。耳が隠れてトップの高さが出たら完成です。はい、こんな感じで仕上がりました。ジメジメする季節もパパッとできるヘアアレンジになりますので、よかったら皆さん試してみてください。使ったクリップとかは楽天とかアマゾンとかでもたくさん種類出てるので、よかったら皆さん、検索してみてください。それではさよなら。